富、名声、力、この世のすべてを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。ありかけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。ワンピース。ということで、前回はこのウニみたいな頭でしたね。80年代ロッカーみたいな頭でして、こいつを倒して、なんとか2つ目のジムバッジをゲットして、あの切れたナイフと呼ばれた、砲炎の切れたナイフと呼ばれた社長子がついに反抗期を脱しまして、言うことを聞くようになったところで終わったわけですが、今回は、前回ね、実はダイゴさん、あ、ちょっと待って。ですね、ね、前回はなんかダイゴさんがね、もともとそのストーリーする、ちょっと待ってね、これね、前回はそのダイゴさんがね、本当ダイゴさんに手紙を出しちゃって、なんなのこのこと、誰なの、なんなの、小田巻、なんなの。前回、木の実が枯れていた件について調べてみたけれど、おお、そう、頼んどいたんだよな、木の実植えたはずなのに枯れてたよ、覚えてる、みんな枯れてたやつ。謎の疫病が原因だったみたいなんだ。いきなり不穏な空気だな。始まってまだ1分くらいだぞ。そして、よって、今後一切いくら木の実を植えても生えて食うことはない。自然に生えていた木から取れた木の実も危険なので、絶対に採してはいけないぞ。マジっすか、マジっすか。木の実禁止縛るということでまたより一層旅が厳しい展開になっていく予想されますけれども、まあ頑張ってやっとこうは、まあ、ありがとうね、とりあえず調べてくれてありがとうね。はい、じゃあお疲れ、あ、じゃあね、あ、お疲れ様です。はい、失礼します。バイバイ。ということで、まあね、気を取り直して、まあ、今回はその本当はね、大悟さんに手紙を届けるっていう使命があったんだけど、ジムに夢中になりすぎて忘れてて、それを今回はね、まあだからストーリーをね、まず進めていこうかなと思ってんで、このね、洞窟にどうやらね、こもってるらしいです。おい、お前この先は暗いから探検するの大変だぞ。さっきの男ダイゴ、そうそうそう、ここにいるんだよね。あいつはフラッシュが使えたから大丈夫だろうが。ダイゴさん、フラッシュ使えんの発光型生命体のダイゴさん。人間、人類においてガクソの次に光る男、うむ、山男は出会った相手に優しくてるのはもっとこれで絶対やるっていうか、秘伝マジンコ、これフラッシュだな。フラッシュをもらえると、レモンヒデマシンゴを技マシンポケットにしまった。遺伝フラッシュをポケモンで覚えさせて使うとは俺は覚えられないの。ダイゴさんのようにお前光輝きたいんだが、真っ暗な洞窟も明るく照らせない。まあ使えないよ、ムロポケモンジムの、ジムバッジが、あ、どうせこれジムバッジから先にやんなきゃいけなかったのか。でもさ、実際なんか極力さ、あ、実際ね、極力その、ちょっと、実際ね、その極力そのなんていうの、何にも使わずに、できるだけね、使わずに済むものは使わずに行きたいから、まあ、フラッシュも何やかんなしでもね、なんとかなると思うんで、なしで行きたいと思います。なし、うん、無理。はい、ということでね、密漁してきましたイヤイギル君とフラッシュ君です。もう分かりやすい、一目瞭然。
レオモン先生の猿でもわかる生命判断術、いや非常にわかりやすい。デボンのね、社員にもらったあのスーパーボール、いや押し付けられたあのスーパーボール2つがここに来ては役に立つと思わなかったんだけど、この2匹、捕まえてきたんで、もうクラッシュ捕まえた時なんてもうね、マグマ団に見つかって打ち首寸前だったんですけど、なんとか逃げてきました。まあジグザグマに関しては、まあ、宿敵ではありましたが、まあ、昨日の友は今日の友達ってね、それ普通だわ。それただの友達なの、それ。昨日の敵は今日の友達ってサトシも言ってたんで、まあ、なんとか、仲良くしていこうと。いや初めての家族、初めてだよ、初めての家族だよマジ。もう社長もほらもうビチ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 して、もう男に囲まれて、これどっちもオスなんだね、むさ苦しい、全員オスだな。もうビチビチ、ほらもう男臭く生きていこうぜアピールしてる。ビチ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 、もういい、やばいやばい、とりあえずやっていきます。でこれで捕まえたんだけどさ、実際さ思ったんだけど、これなんかゲームボーイの時とかってもっと真っ暗だった気がするんだよね。なんかいけそうじゃない、正直。捕まえといてなんなんだけどさ、もうなんかほんと完全にただのマスコット状態になっちゃうんだけど、全然いけそうな気がするんで、やってみようかなと思って、試してみてもいいかな。もう倍速にはなっちゃうと思うんだけど、もうなるべくこう使わずにいけるところがね、やっていきたいんだよ。これ見ろ、ほら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 、これもう何どういうこと、明るみにいるってことはもうゴールが近い。わっ、これダイゴさん、ダイゴさん、おっ、なんつう髪型してんだよお前、毛先遊ばせすぎじゃね。いや金髪ダイゴさん、ダイゴさんウィッシュ、ダイゴさんウィッシュウィッシュ、ダイゴさんウィッシュ、君のそれポケナミじゃないか、シカト、ちょっと待ってよお前、俺の第一印象ポケナビっていうことだよまず俺誰なのか以前に持ち物気にすんの、何それ、何、俺のウィッシュ返せよ、俺のウィッシュ2回分ぐらい返せよマジ。確かポケナビ持ってるトレーナー同士勝負すると記録されていくんだよね。どんだけどんだけポケナビ好きなんですか。俺に関して触れてくれよ、何よ、失礼失礼すぎるわマジ。僕の名前大悟知ってたわ、珍しい石に興味があってあちこち旅してんだ。 あそうなんだ、あそういう設定なの、ただの石マニアなんだ。結局ダイゴさんって何なんだろうなと思ってたけど、え、僕に手紙、ダイゴの手紙、やっとだやっと、ごめんな、すげえ長いこと待ってたんだろうなダイゴな。どんだけ石好きなんだお前、1ヶ月ぐらいここ こもってたってことでしょ。修行僧だって、もうなかなかこもらんぞ1ヶ月も、わざわざ届けて何か俺をさして、あ、このマジャマシーンあげよう、いらねえ、金だな、まあ、いわば金をくれたようなもんだなこれは。いやもうマジャマシーン40なの、ワザマシンなんか1500円ぐらいで売るかんな。君のポケモンなかなかいい感じだねニュアンス会話するタイプか、なかなかいい感じだね、ものすごい曖昧だけど、修行を続ければいつかはポケモンリーグのチャンピオンだってなれる、僕はそう思うな。どんだけお前言葉に重みがねえんだよ、責任を持ってくれ、もう少し言葉に、ね、適当すぎるわ、俺はそうは思わないもん。コイキング1匹でチャンピオンになれるな、俺はそうは思わない。じゃあ僕は先を急ぐから、マジキシや、いや1ヶ月もこんなやばい山にこもってね、それこそもう大悟さん、大悟さん、ごめんなさい。ほんでら、なんかもう一個ぐらいお使いを、なんか社長についでになんちゃらかんちゃらみたいな言われたような気がしたんだけど、何をやるのか。これ10日って多分戻っちゃうところだな、あのパパがいたところべ、ハゲ、こいつもハゲてっけど、かいな、カイナだな多分な、こっちまだ行ってねえよな、カイナして、おそらくまだ行ってねえ、行けるようになったのか、あの手紙を届けたから、多分こっちだな。もう完全なる人型お使いマシーンとかしたな、そのお使いの内容も覚えてねえんだけどな、次なんだっけ、あの社長の方のお願いがなんだか覚えていないから、何すればいいのか分からんぞ。カイナに到着、確かにクソノキさんにデボートにいます、あそうなんだ、じいちゃんが覚えてた俺の代わりに、ありがとうじいちゃん、知能指数で負けたな、脳細胞の数は圧倒的に勝っているはずなのに、知能指数で負けたじいちゃんに、嬉しいんだか悔しいんだか、やっていこう。これでだ、走るんだよな、そういえばな。なんだっけなんだっけ、もう忘れた、今じいちゃんに聞いたばっかの、何すっか忘れちゃった。お、大名行列が、イベントの気配が、
なんだこのダミオ、このなんだこのこいつとこいつのこの確執なんだよ。この距離感なんだ、微妙だから結構離れてる、お前人数人分離れてる、この看板読めるようにしてるんですよみたいな空気で、若干この昨日のなんかあの夜のタッて、待って、まずどこ、マジで積んだ、まさかストーリーで積むとは思わなかった俺、ポケモンやってマジで分からんぞ、どこ教えて、マジで誰か進まん先に、これはこの後そういうことだなって、あーもう訳が分からんな、こっちだ、どこ行けばいいんだよ、教えてくれおっさん、僕は薬館長から連絡先を通話で、あ、ここか、はぁ、癒しのハゲ、癒しマジ、よかった、ありがとう。デモの荷物で進んだら、これ困ったな、俺その感じが他にも仕事があるからどっか行っちゃったんだ、悪いけど君薬館長がまして進んでねえじゃねえか、先があったよ、思わせぶれたいで、どんなお前ハゲのくせに怖くもかってねえ、この野郎、チキショウがまんまとお前騙されかけてて、あ、いなくなってんな、これ、あ、入れる、よっしゃよかった、やはり癒しだったわ、ハゲは。海の国家博物館、ようこそいらっしゃいませ。水族館的な入場料50円になります。おい、ぼったくりかぼったくりか、お前、この年代の小学生にとっての50円侮ってんだろ、明らか。マジ、近所のさ、古本屋の前のさ、あのアーケードゲームがマジ、バグらしい10円で1日中遊んでられるから、なめんな、ほんと。みんなのために我々マグマ団いるのよ。違います。さっき50円がなくて、受付する時間が。なにこれ、戦わないんだ。相手には長い年月をかけて怪物の死骸が降り積もり、地層が形作り、やめてくれよ、怪物って、この世界で怪物ってポケモンのことでしょ、やめろお前、ポケモンの死骸の上を普段歩いてる人だろう、やめてくれよ、ほんとそんなえぐい話、お前小学生がどんな気持ちでお前ポケットモンスターやらないのか分かんねえよ、これはこいつか、クスノキ館長、はい、クスノキ私だから、よし、おお、それはデモのツワブキさんとのどよってパーツだね、もうツワブキが誰かもいまいち思い出せない、おかげ出発できそうだ、おっ、マグマ団のテーマ流れてくる、へえ、そのバス俺たちがいたづけ、ありがちな展開だ、誰だ君たちはベタなこと言うね、俺たちマグマ団リーダーがそのパーツを教えて何も言わずに起こせ、おー戦闘、よし、いやもうね、正直ね、怖いもんないよ、こっちはもうだってさ、反抗期を終了してるからね、もうお前たちも恐れるものなんて何もない、レベル高くねえか、 15 高えな、レベル、でも俺も体当たりができるからね、体当たりでほら見ろ、見てくれよこの効果暇しとったなら完全に当たり負けしてんじゃねえかよ、これ回数的に勝てねえだろこれじゃあ、うわ泣き声かよ、もうジグザグマタイプですよ、俗に言うジグザグマ系ポケ、うわ全然、あれ、あ止まっちゃった、ごめんなさい、泣き声って攻撃力か、あ厳しいな、またこれずっと泣いてくればなんとかなんだけど、えぐい、あやたりが、まあ全然楽だな、でもめっちゃ止まる今日、ごめんなさい、フレッツウイルスクリア先生がちょっと出しゃばってる、ごめんシャシャってるちょっとごめんなさい、許してください、耐えてる、これね、まあ、でもゲームなんねえぞお前、ゲームなんねえよお前、当たったか食らったダメージが分かんねえよ、なんだこのシークレット方式、やめてくれ、なんで快適にゲームさせてくれ俺に、これマジで他甘すぎだろ、ほんただ連打する機械で成り下がってるけど、これだ、え、どうする、ちょっとこれマジほんと、これもう死んでんじゃねえかよ、まあ、こんなん全然序の口よ、全然序の口よ、こんなん何度でも見てやるわ、ドンメルのこと、ドンメルのこといつまでも見てるわ、俺はいくらでもできるぞ、こんなん全然ですよ、全然もう全然大丈夫、全然もうね、なんつうの、もう何が辛い、何が辛いかって言われたらね、もういつ急所に当たって相手を倒せるかわからないから、すでに喋ってないといけないっていう、この実況者の本音、裏話、もうずっと喋ってなきゃいけない、突然急所に当たって倒しちゃった時とかで、おー倒しちゃったみたいな感じになっちゃうから、おーじゃあ今急所に当たったことだからさ、ずっと喋ってなきゃいけない、ほらーこういうね、こういうのがあんで、こういうのがあるから、くっ、いって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 、よっしゃー、こういうのがあるからさ、実況はやめられないんだよ、
こういうのがあるから喋ってなきゃいけないんだよ。わかりました、わかった。今のマグマゼン下っ端との勝負に勝ってやったぜ。よし進むぞ次に。今回はそんな時間がなかったぞ。今回はいいね、今回かなり調子いいよ。やばい、リーダーに怒られちまうぞ。怒られる、もうヤンサーが怒られた。ふん、たらしないですよ。ここは俺に任せてもらうぜ。お、ちょっおい、なんだこのぬか喜びシステム。お前、大勢の小学生がここでぬか喜びしたわ。一人目を倒したときにやったって思って、次のバトルになってしかも2匹持ってるっていうさ、この追い打ち型ぬか喜びシステム、勘弁しろよ。時間返せよ。傷薬買わなきゃなんでこんな勝てねえじゃないか。どうせ絶対にお前傷薬なしで3匹倒せるわけねえじゃないか。もうマジでさっきほんと返せよ時間を。あ、一雨にやってくれたまえ、さようなら。よし、一人目倒してきたぞ。ちなみに喋らないで撮ってたら最後にいきなり急所が出て倒したっていう言った通りのことになったので、おそらくここから始まります。おっしゃ、なんか風吹いてるな、風が吹いてるな、これはかなりいいね。一旦いけるべ、一旦いけるべ。え、混乱した、いついつ混乱した、いつ混乱した、聞いてないよ、聞いてない聞いてない聞いてない、全然聞いてない、全然聞いてない。俺いつ混乱したの、やめて。ドンメルクリトチ、こいつかよ。しかも怖えな、ちょっと怖いんだが、混乱してんって自分に攻撃する。お、このとこだいいね、吹いてるよほら風が。火の粉一発耐えられるっけ、火の粉一発耐えられるだろ、火の粉来ても耐えられるよな、耐えられるよな、耐えられる。よし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 、いただきました。これ相当いい、最先いい。これ今日中にジムリーダー越せるんじゃねえかってくらい相当女神が爆笑してる、マジで。じゃあショールの女神が爆笑してる俺を見て。やべえ、なんだと、俺も負けてしまった。レオモン賞金中に280円やと言われた。お金が相当重要になってくるからな。どうしよう、パーツを奪えないとまずくないか。うん、まさか子供に邪魔されるなんてこれっぽっち思ってたことで。おっとなんだこのオールバック、俺急にハイガラのやつでパーツを奪うのにいつまでかかってるかと思えば、こんな子供に邪魔されているのか。ちょっと待って、お前これ3連戦とかやめろマジで。私は、あ、松こいつか。散々オープニングのマット動画に使いながら全く俺お前の存在をまだ知らなかったけど、君はなぜ我々マグマの邪魔するのかね。こいつがリーダーか、こいつが悪の諸悪の元凶、ポケモン人も全ての位置は大地で過ごす。いや、そうと限らねえ、そうとはすごい限らねえだろお前。この前までコイキング沼に住んでたぞ。だからマグマダムは大地を増やそうとしているんだが、どうだい、とても素晴らしいことだろう。まあいい、君はまだ若いからな、俺の理想を理解できなくても仕方ないわバカにしてっけど、お前全部ひらがなで喋ってっけどな、ものすごいバカにしてっけど、俺の方が感じ力あるぞ。だからこの先も我々の活動を邪魔するより読みずれんで、だからただじゃ済まさないから、それだけ覚えておきたまえ。どうすること、さようなら。瞬間移動なさった。君はそうか、レオモン君というのか。どうもレオモンです、よろしくお願いします。いや危ないところだった、助けてくれてありがとう。おっと、空とデモン頼んでおいてパーツ持ってきてくれたの。そうまあ大丈夫、俺自身忘れてたから、何しに来たからか。基本的にストーリーあんまり感じれてないストーリー。おっと、こうしゃられない、そろそろ海底調査に出発する時間だ。あなた誰なのまず自己紹介してほしい。終わった、おーよかった、なんとかなったな。何取り残されてる、ぼっち、お前らがいる、お前らがいるぞ。ひえ、なんでお前ここにいるんだよ、お前がなんでここにいるんだよ。俺、お前をコテンパンにされたマグマ団、いつだ、最初の方にやったやつかな、これやるから。おラッキー、お金くれました、1500円になります、ありがとうございます。お邪魔しポケットにしまった、クソ、お前のせいで作戦失敗したからに何か盗もうとしてたのに、クソ覚えてる、さよなら。よし、これでだ、どうする放置やめろ、放置、いつもそうだぞ、いつもなんか一個進んだら放置だぞ、やめろ放置。待って、こういう部分のカット編集は一番難しいんだぞ。しばらく探索したところ、どうやらここカイナシティにはジムがないみたいなんで、先に進んでいこうと思いますけども、そう簡単に俺リアクション取らない、すげーとかやんねえかんな俺マジで。任天堂が俺を舐めてる、ゲームフリークスが俺を侮ってんの。そう簡単にお前俺リアクション取ると思ったら、お前ちょっと取っちゃったよリアクション、思いっきりリアクション取っちまってて。
これ怖いな。あー怖いな。これ怖い。これ怖いな。よいしょ。よしよしよし。あ、とりあえずスルーしてレベル上げしないと無理だなみたいな時になってやろう。お、はるかちゃんめっちゃ久しぶりじゃね。レモン君久しぶり。はるかちゃんも同じ気持ち、俺と同じ気持ちで同調してる。レモン君久しぶりだよ。いろいろポケモン探してる間に私のポケモン強くなったんだから、ちょっと勝負しようよ。マジかよ。ちょっと心の準備ができてよ。急ここで来たか。うわぁ、1難差ってまた1難だな。ライバルだから、ホエルコ強えし、でけえし、女の子だし、マジか。まあ水タイプだからな、水タイプだから、まだわからん、まだわからん。しかも俺の方がレベル1上だしね。超攻撃力高そう、マジで。水鉄砲、わぁ、効果今一つ、誤報流して、また誤報流れてるよ。どう見ても効果今一つじゃねえんだもん。俺の体当たりと比べろよ。跳ねる、お前も跳ねるの使えてか、お前跳ねリスト、お前も跳ねリストの一人だったのか。水鉄砲ちょっとこれなるほどな、このダメージの割合。なるほどなるほど、わかる。まあバカな俺でもね、バカな俺でもわかるよ。こんな一目見ればね、レベル上げが必要だっていうことぐらいね、わかりますよ。僕にもわかりますよ。もう一思いになってくれ。ギリギリまで苦しめてやってやろうみたいな、やめてくれよ。そんな女の子にあれまじき残酷さを。さあ行こう、レベル上げに。てことでまたレベル上げしていきますけども、結構遡ってまた室田湾まで来たんで、ここから、まず最初こいつをターゲットにして、ね、片っ端からガンガン倒していこうと思います。行くぜ、ガンガン行こう。まあね、多分何もうね、言うこと聞くからね、レベル上げちょろいと思うんだよな。本当に言うこと聞かないときのレベル上げの苦痛さ、ジムリーダーと同等に辛いからな、あれな。これならね、おう、結構クラッシュね、レベルも相手も低いし、この辺だったらガンガンいけるでしょ。バンバン行こう、バンバンレベル上げていくぜ。よーし、早速倒したぜ。レベル上がるかな、上がるか、上がった。400もらえんの、めっちゃもらえんじゃん。きた、攻撃値上がった、でかい。久々に攻撃の1の表示見たな。俺バグってっかと思った、マジで。攻撃バグってなかったな。釣り人の友果さんとの勝負なんてやりました。よーし、どんどん行こう、どんどん。なに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 、マジで、え、20で進化早くね。マジか、心の準備ができてない、まだちょっと。おー、金色の竜的な、金色の竜的な何かになるの、来るの来るの、社長がついに、え、何それ、何それ、何がどうなったら金が赤になるんだよ。完全劣化じゃねえかよ、お前。なんだこの期待外れシステム、マジでおかしいだろお前。いやいや、噛みつくとこじゃなくて、これなんかメンチカツだと思ったらコロッケでしたみたいな展開。何これ、何よ、イカリングだと思ったらオニオンリングでしたみたいなさ。もう青じゃねえか、もうもう青いじゃねえか、すでに。賢くねえか、カニクリームコロッケだと思ったらカキフラタッて、チョコパイだと思ったらエンゼルパタッて、来るぞ。おお、お前ら、おい、ビーダマ来たんね、おい、ビーダマ来たんね。お前そんな、その程度の B じゃお前俺進化させちゃうから、俺その程度の B じゃ俺全然進化させちゃうから、いいのか、いいのか、 B 進化させちゃうぞ。お、進化させちゃう、いいのか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 、おい、いいのか。危ねえ、危ねえじゃねえ、進化しちゃったよ進化しちゃったよ、やらしてくれよ、ギリギリで止めるやつやらして、お願い、一回やってみたかったの、あれやらして。おお、おお、進化しちゃうぞ、進化しちゃうぞ。お、 B 足んねえぞ全然、お、 B 足んねえ、お前その程度か、お前ら、お前らそんなもんか、全然足んねえ、そんなんじゃ俺満足できねえ、そんなんじゃ。 B 全然足んねえ、 B 足んねえ、 B 足んねえ、くおーおーあぶねえ、黙ってレベル上げしまーす。こいつと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 こいつら、を倒して、なんとか24レベルまで上げてきたんで、まあね、多
多分今現状倒せるトレーナー全部倒しちゃったから、これで勝てなかったら詰みますマジで。かなりね一世一代もう大一番なんで、もうみんな今結構軽い気持ちで見てると思うけど、下手したらここで勝てませんでしたと終わる可能性あるんで、ちょっとねそれなりに気合い入れて緊張なう、かなり緊張してる状態ですからやっていきたいと思うけど、でも今回はなんかレベルがね2回に1回ぐらいで攻撃が上がってたから、多分攻撃2ぐらい上がってくから、まあなんとかなんじゃない、6レベルもさあるしな、まあなんとかなると思うんだよね。どんくらい食らう、え変わった、本当に本当に2位上がった、大丈夫か、バグか、バグったか、大丈夫か、上がってるこれ、さっきよりなんとかなってんのか、鳴き声やめろよお前、次に響くのやめてくれ。いや結構ね今回のレベル上げもね、おいもう絶望的じゃねえかよ。よしよしよし、よしよしよし、1体目倒した、めっちゃ経験値くれる、うまい。さあこれ2体目、あと2体だな、あと2体、10プトル、なんかいかついの出てきドラゴン出てきちゃったじゃねえかよ、飛んでるよそら、なんだよこいつ、明らかに超強えじゃねえか、何吸い取るのやめろって。いやーさっき半分以上食らったよな、一発耐えられんのか、下手したら耐えられねえっつう可能性ありえるよな。ちょっとかなり不穏な空気が、動揺がもう隠しきれんの、ちょっとかなりとか意味不明なこと言ってるし、やばいな。一回ちょっと一発耐えられるかどうか確認してから、一回こいつをちょっとサンドバッグにさせていただいて、急所マジで超鬱陶しい、超鬱陶しい、俺ら時間がないんだよ、時間がやばいんで、迫ってるんだよ時間が、もう早くしてくれ、はよ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 、跳ねる跳ねる跳ねる、はいはいはい、スペー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 ス、チャッチャッ、よし一旦吸い取る待ちしよう、吸い取る食らってみて、どんぐらい自分がダメージを被るのかちょっと確認したい。多分でも一発耐えられなかったらマジ積みゲーだからね。ふんなるほどなつまりこれってさ、こうやって傷薬を使ってさ、で相手がさ吸い取るやつさ、半分食らってさ、傷薬食らってさ、お前傷薬20個用意しなきゃなんねよこれ、20個わかんねえけど、相手吸い取る何回 PP 何なの、吸い取る相手が吸い取る消費し終わる分の傷薬必要だぞこれ、ふざけろよふざけろよ、もう一回だけじゃ攻撃させて、せめて一回だけ、あそっちがそのつもりなら俺もついに出すぞ、ついについに出すぞ、奥の手いいのかお前、久々の薬漬けやるぞー、やるぞー、プラスパワー積むぞ、水陸両用ベン・ジョンソンの異名を欲しいがままにしたあの頃の記憶呼び起こしてやろう。あどんくらい食らうの、さあいけドン、おい全然違え、全然違え、これ相当攻撃力が飛躍的に、3発で倒せるもんだって、3発はでけえだろこれ、1回ちょっと当てたいから、これ1回いい傷薬を使って置いて、はねろ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 、神引き、ここで神引き、よーし、ホエルコの防御力が高いと仮定して、ここはもう現実逃避していこう、ホエルコの防御力が高いのでジュプトルにはさっきの倍ぐらい食らうというのを仮定して、いけ、ほら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 、いける、これは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 マジでいける、マジでいけると思ったけど、うっそ、そんな回復するの、いや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 、タンマタンマ、タイムタイム出すぞ、ついについにタイム出すぞ、俺もタイムおぉ、勇者当たれ、くはっ積みました。
よくわかるあらすじ。急所当てないと勝てねえ。急所当たれ、うわぁ。急所当たれ、うわぁ。急所当たれ、うわぁ。クリティカッター？何この神アイテムいつ拾ったの？急所当たれー。当たったー。来たー。死なねー。よっしゃー、今回は秘策を引っ掛けてきたからな。これでなんとか、ですね、どうやら体当たりよりもわらがきの方が技威力が強いみたいで、つまり攻撃力が高いらしいんですよ。なんで、全部消費してきました。いつも通り跳ねるわ。コイキングを相手に、今回は跳ねるずっと消費したんですけど、で体当たりの方は一発当てて殺さない前に逃げるっていうのをずっと繰り返し続けて、なんとか、35回減らしたんで、これはセーフで、これはもうセーフで頼むわ。もう俺決めた、これセーフ。倒してないから、経験値も入ってないじゃないですか。だから、俺セーフということで、なんとかこれでやっていこうと思います。またプラスパワーを積みの、なんだっけ、クリティカッター、クリティカッターを積んで、これでね、急所に当たったらね、多分さっきよりもダメージ量がでかくなると思うから、これでなんとかね、一発で死んでくれることを願って。ほらーほーらーほーらーなー、こいつが一発って死ぬってことはさ、あいつも一発で死ぬんじゃねえ。つうか、ちょっと待ってくれ、死なれたら困るんだが、待って。おい、ちょっと待って、回復じゃなきゃなんで、やべ、ミスったミスった、しくった。死なれたら逆に困った、まずい。死なれたら困るよ。待って待って待って、だってこれどうしよう。おい、どうすんだよこれ。これもう意味ねえよな、ひたすら排水の陣じゃないこれ。じゃあ意味ねえじゃねえか、あいつ何死んでくれてんだよ。ここで急所に当たる、当たれ、くぅー、おっしゃー。見えたか、見たか、おい、超テンション上がる。アドレナリンが吹き出すぜ。やべえ、心なしか部屋着が湿ってる。アドレナリンで、アドレナリンで部屋着が湿ってる。見たか、おい、おい、あっつあっつあっつ、ストーブ消すわ、ストーブ消すわ、ストーブ消すわ、あっつ。よっしゃ、よかった、積んだかと思ったぜ、やったー。これもうこんなんもちょろちょろちょろいよ、こんなんこんなんもう全然相手。おー、ちょっとごめんごめん、クレッツウイルスクリアも興奮してる。おー、3連発救助、やばい。またしても女神が俺を見て爆笑してる。相当ツボなんだろうな、俺の。ちょっと待って、止まってる止まってる。よしよしよし、やばいやばい、俺の興奮に CPU が耐えきれてね、俺の興奮にもうなんかもう振り切ってるもんさ。マイクの入力が振り切ってる。あっちゃん、思ったより強いよ。いやいや、俺もびっくりした、思ったより強かった、悪あがきが。やばい、いや興奮した。